よいしょっと、はい、ただいまということで、久しぶりにマンションに来ました。そう、連休前にお水をかけて長崎のママチャワの実家に帰ろうと思います。お、パッと見る限り元気に皆さんしていますね。ちょっと状況を見てみましょう。こちらポトス、おっと、新芽が出てきてます。結構ボロボロだったからね、全部カットしてこっちに水耕栽培してますけど、まだ軽く入ってるね。これいい感じ、全然葉っぱなくても大丈夫。ポトスは新芽が出てきてる。ここにも出てる。お、ここからも出てきています。これでまた新しくボリュームをつけていけたらなと思います。パキラがここに移動させたらめちゃくちゃ元気になってます。おー、いい感じ。はい。去年死にかけたパキラですけど、見てここね、水、若干根腐れだったんですけど、バッキバキに一回乾かして再生させたら元に戻りました。皆さん諦めないでください。100円ショップです。はい、カポクちゃんも元気です。お水空っぽ、10日前ですね、お水あげたんですけど、これはね、いいよね。コーヒーの木、ライムポトス、そして普通のポトスとね、こんな感じで入れてた。お、このコーヒーの木の水耕栽培、新芽が出てきてる。ん、根っこ出てないですけどね。根っこは出てないけど、ちゃんと新芽が出てくるというですね。かわいいです。いや、めっちゃピカピカじゃない？超かわいい。はい。よし、じゃあお日様の方向けといてあげましょう。こうやってね、くるくる回しておくと、みんな葉っぱがね、太陽の方向向きますんで。これもね、この間こっち向いてたけど、さっきこう向いてたでしょ。ね、こっち向いたんで。今度はまたこっちを向けます。こういうのね、こまめにやるといいですよ。はい、じゃあ問題はこちらです。ダーン。コーヒーの木とガジュマル。お、ちょっと、ちょっと。まずはガジュマルかな。はい、新芽が出てきてます。これちょっと不安だったんですけどね、ガジュマルちゃん。だいたいいつもここの先端からね、切っていくんですけど、そしたらこう、こんもりになります。でも、今回はこの、ね、細い枝だけ残して葉っぱ全部落としたんで、ひょっとしたらね、乾きすぎて、出ないかなと思ったけど、出ました、ガジュマル。はい、よかった。もうここまでになったらね、心配がいりません。はい、そして一番の不安材料だったコーヒーの木、これ先端さっき見せましたが、バッツリ切りました。ドド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 ド、ちょっと映りにくいかな、ちょっとぼやけるね、ピントが合わないけど、ここにピントがあって、合わないか、ピントが合わない、ピントが合わないけど、皆さんここに新芽が出てます。あ、これでいいのか。あ、来ました。あ、だからこれみんなこうやるんだね、ピント。はい、ちょっとまだぼやけてますが、あ、これでいいか。あ、来た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 。はい、新芽が出ました。皆さんよかったです。これね、結構コーヒーの木楽しみにしてる人たちが多くって、僕もね、ひょっとして枯れたんじゃなくてね、コーヒーの木って全部これもだいたいさ、生きてる状態からさ、枯れてるような枝だからね、枯れちゃったのかなと思ってたけど、できました。ということはこれもバランスよくね、ここにこう葉っぱが出てきますね。やったです。で、これね、お水はね、普通通りこういつも変えずにやってたんで、結構たくさんあげてました。若干ね、ここがね、微妙だったんですが、はい、大丈夫です。ペペラミアは問題がありません。でもこれよく考えて、Y 化剤かかってね、100円ショップから買ってきた時はこのちっちゃいやつだったんですけど、もう普通のオブツシホリアに戻りましたね、うん、でもピッカピカ元気です。はい、そしてね、このテーブルヤシが一旦復活したんですけど、またね、若干茶色くなったんで、この間カットしていったんですけど、お、新芽がまた出てきました。ほら、ね、
もうこれガン枯れしてたテーブルヤシなんですけど、なんか粘り強くちょっとずつね、お水をあげてたら復活してね、葉っぱある程度出たんですけど、それがまた焼けちゃったからね、ちょっとこっちの方に置いてたんですよ。ね、そしたらそうなったんで、こんな感じです。よし、再生しました。ガジュマルもコーヒーの木もテーブルヤシもいい感じです。はい、じゃあこちら、これね、皆さん茶こしの水耕栽培ですよ。やっぱこれが一番ね、めちゃくちゃ元気。見て、根っこはもうこんな状態よ、ほらね、え、水切れはもう無縁、ね、僕が水を入れ忘れない限りは水切れはしません。ね、元気元気、代謝があるからこういう黄色い葉っぱね、たまに出ますけど、超楽ですよこれ。はい、折り鶴蘭、ここはやっぱりね、日がよく当たるんで乾燥しますが、お、でもピンってこう伸びましたね。前ダランとなってたんですけど、折り鶴蘭もなんか元気になりました。コウモリ蘭をね、今ここに10日前から移しました。今までね、あの部屋の角にあったんですけど、やっぱ空気がとどまるんで、ちょっとねしんなりになってたからここに移しました。そしたらね、ちょっとこう環境が変わったから、お水の蒸散がね多かったんでしょうね。ちょっと垂れてますけど、今からたくさんお水をあげると大丈夫だと思います。ミリオンハート、めちゃくちゃ元気ピンと上にね出しちゃう、これがこう垂れてくる。そして冬場の間結構ね、花を散らしたりしてましたけども、全然ね散ることがなくなりました。やっぱりね、これ一つあるだけで、ね、部屋の雰囲気変わるんで、これめっちゃいいです、ミリオンハート、ね、すごい隣小児科だからね、子供がよく泣きわめいてます。はい、そしてドラセナコンパクター、これはねもう持って帰ろうと思ってまだやれてないんですけど、こんな感じです。あまり気にしないでください。はい、じゃあね、全部空っぽということで、お水をねあげていこうと思います。ここにペットボトルを準備してますね、これ。はい、じゃあもうね、缶ですよ、今の感覚で。はい、こんな感じで、ポトス、ポトスね、ポトスも空っぽです。空っぽだけど、もうこれだけ葉っぱが出てね、暖かくなってきたんで、ジャバ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 ーと、まあ、満タンまではいかないかな、でもまあある程度、あ、でも結構満タンになりましたね。はい、これでいいと思います、たっぷり。はい、これはもうジャバジャバジャバと、でカポック、カポックのね、ちょっと雨が多いからね、湿度はね高そうなので、まあでもちょっと多めに入れていきます。今回はね、バッと暑くなる時がありますからね、この時期になってくると。はい、じゃあこの分かりやすいね、コーヒーの木にはね、ドボ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 、このぐらいかな、で残ったこのぐらいをね、大体いつもこのガジュマルにやるんです。ではこのぐらいでいいんです。はい、そして次にじゃじゃん。はい、テーブルヤシにドボドボ、このぐらいで OK、 あまりやりすぎはダメです。はい、コウモリ蘭がね結構いるから、最初にドボドボド、この中心部分にですね、ずーっと結構やりますよ。はい、このぐらいでいいかな、こっちにも上げときますか。はい、大丈夫、半分ぐらいやったかな。でミリオンハートにジョブジョブジョブ、ね、めちゃくちゃ乾燥に強いんですけど、やっぱある程度ねやった方がいいです。はい、よし、こんな感じで、で最後にね、折り鶴蘭、この折り鶴蘭はね、水やりにテクニックがいります。よいしょよいしょよいしょ、こっちに持ってきて、なんとですね、この隙間ですよ、この隙間、足りるかな、足りないな、これはね、この隙間に入れます。あ、全然足りないね、これ、まあ、上にちょっとかけて、あと1本ありますね。
穴開きなんでね、中に瓶を入れてあるんですよ。入れすぎるとドバーッときますから。はい。でもね、折り鶴らもこれだけ大きいからね、結構水はねいるんですが、さすが乾燥に強い子供なので。お、上がってきた。まあ、こんなもんか。よし。こんなもんで大丈夫だと思います。ではこちらにまた戻っていただき、トンとくるくるくるっと回しますかね。こうすると変わります。で、このテーブル足ね、テーブル足はこのキッチンに持っていきます。よいしょよいしょよいしょ。リアル配信なのでノンストップでいきますよ。よいしょよいしょよいしょ。はい、ここが千葉キッチンです。はい、綺麗でしょ。何も使ってないので。でね、これはこうやって、はい、抜きます。で、ここでどこでもいいんですけど、倒れないようにね、ちょっと休憩してもらいます。で、こうやってね、ほら、やっぱガラスね、水、苔で茶色くなりますから、洗いましょうね。これがですね、この茶こしの水耕栽培のいいところで、これハイドロカルチャーでですよ、ガラス瓶に入れたら綺麗ですよね。ハイドロカルチャーやる人たち多いんですけど、あれって コップ汚くなったまんまじゃないですか。で、ポトスのさっきの見ていただいたら分かるように、縁がね、結構茶色くなって汚いんですよね。だからこうやって定期的にコップはしっかり洗ってあげることが大事です。じゃあこうね、入れますよ。はい、お水がきれいだといいですよね。きれいなお水に根っこをカットしてもちょっといいんですけどね、僕このまま入れます。はい、これでお引越しが完了です。はい、とても綺麗ですよね。で、ガラスはね、この水のカルキがつかないようにしっかり拭いてあげてください。こうするととても綺麗です。はい、明るいところに戻りましょう。ほーら、やっぱり水が綺麗になるととってもいいですね。根っこも楽しめるこの茶こしの水耕栽培はね、めちゃくちゃいいですよ。黄色い葉っぱも切ったので、またね、元気になってくれると思います。皆さんぜひこれにやってね、夏になったらまた作ろうかな。はい、ということで皆さん、こんな感じでマンションの観葉植物たち異常なく元気です。そしてコーヒーの木ね、復活しましたよ。出ました。これまた個別でね、やろうと思いますので、皆さん楽しみにしておいてください。はい、長期休暇入っている人たち多いと思いますが、まあね、まだ今から、明日、明後日から連休があと4個あるのでね、お家を開ける人たちは、ママチュアーもやっていましたが、こういうふうにお水を溜めておくと、全然心配しないでいいからね、ぜひやってみてください。そう、こういうふうになったらね、ダサいからね、隠してあげてください。はい、まあ、いろいろですよね。植物たち、楽に、元気に育てる。これがチワワ式腰水管理です。ぜひやってみてね。超楽よ。それでは、バイバイ。